ニッチビッチミチです。本当にさ、お久しぶりだよ。お久しぶりです。短いね、縦の方がやるべきだよね。はい。いろいろもう、なんかもう芸人だよね。芸人みたいですね。ね、今回は30歳のエイトと44歳のミチが2人で、イルカが、エステに行こうかなと思っております。もう最高ですね。結構体に我々もガタが来てる。いやいや、もう来てます、来てます。はい。ミチさんなんてもう、ボロボロですよ。今回の企画。ちょっとごめんなさい、皆さん、ごめんなさい、救急車が今来てるんで、迎えに来たのかな。確かに。さんは、僕も19ぐらいの時に働いてたバイト先の店長さんで、僕が初めて自分は性同一障害だとカミングアウトした方になるんです。はい、ということで、今回の企画は、朝から晩まで1日 S したらどれだけ綺麗になるのかを検証していきたいと思います。今回我々が行くのが新宿にあるゆるしさんという場所でございます。痩せたい、不調を取りたい、綺麗になりたい、新宿足痩せと検索で、ここなんかねグランプリを受賞してるんですよ。ちょっとね楽しみですね。おー楽しみだよ。急に。じゃあ院内行きましょう。行きましょう、行きましょう。はい、院長の林先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一日かけて綺麗にしていただきたいなと。かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みちさんはまず、はい、最初何やるんでしたっけ？再生美容というお顔の施術を、させていただきます。はい、専用のクレンジングとソープで洗顔していただいて、うん、パックを塗ります。取るときはなんと磁石で取っていきます。そうするとくすみとかが取れまして、お肌が明るくなりますので、ファンデーション塗ったようなしっとりとつやっとした感じに仕上がる。女性は嬉しいですね。嬉しいですね。はい、今ビフォーのね、もう一回 お顔をこんな感じの色ですね。はいはい、了解です。はい、行ってきます。みちさんが再生美容やってる間に。やってる間ね。僕は何をするんでしょうか。はい、体ちょっと筋肉に触らせてもらったらだいぶちょっとお疲れなので、通常マッサージをするんですが、だいたい硬くなるときは脳からの信号が出ちゃって、マッサージしてもすぐ1時間ぐらい硬くなる人が多いんです。あ、そうなんですね。脳からの信号、はい、これ生体電流って言うんだけど、はいはいはい、これですね、これを整えてる機械です。はい、当時は世界で8台しかない機械です。はい、マジですか。これを使って脳からの出てる信号を一旦こう和らげて、体が自動的に楽になる。そこからいろんなことすると元に戻りにくくなるので。なるほど、はい、そうなんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。体に今電流を流してもらってる感じで、これから模擬電気を流してリフトアップをすると。カメラ持ってたあれですけど、確かにすごい、なんか勝手に腕がこうブルブルしてると思うね。はいはいはい、してますね。これが電気が流れてる。あ、でもなんか気持ちいい感じですね。あ、もうやって大丈夫です。はい、失礼します。私映ってます？はい、目開けて大丈夫ですよ。あ、そうか、怖い。はい、うん、なんだ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 、終わりました、僕も。あ、終わった。おお、すごくない？全然違うね。白くない？白い、めっちゃむくみ取れた。取れた、すっきりしてる。エロ、エロが、え、何も塗ってないんですよね。磁石、磁石、今磁石、今磁石、どういう磁石。我々はお昼ご飯を食べて、はい、ごちそうさまでした。みちさんが次にやるのが何でしたっけ。太もも下半身を、はい、流れを良くして、はい、で脂肪を少し柔らかくしてこう、はい、ちょっとね残念ながら1回で目に見えるほど減ることは難しいんですね、はい、正直言って、はい、なんですけども紐でね1回巻いて、印をつけて、はい、であと一通り全部これからやるのが終わったら何センチ細くなったかっていうのが分かるようにしたいと思います。楽しみですね、はい、楽しみですね、はい、嘘偽りなくグッと縛ってます。はい、はい、もうお肉だいぶ食い込むぐらい、はい、こうしてここで、はい、マーキングをします。こういう形です。ああ、なるほどなるほど。同じように今度ふくらはぎいきます。一番太いと思われるところでグッと巻かせてもらって、ここのところでマーキングをします。はい、こんな感じです。はい、楽しみです。楽しみですね、お願いします。はい、僕が今からでやるのは何でしょうか。お体ちょっとこう巻き型になったり猫背になってるので、ちゃんとした形になれるような、はい、骨と筋肉、経絡、神経、リンパ全部ね、これを僕の方で直させていただきたいと思っております。僕めっちゃ猫背なんですよ、はい、でスマホを見る時も、はい、こう見ちゃうんですよね。はい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 、お願いします。かしこまりました。よろしくお願いします。そしたらね、まず最初は脳と筋肉がどんな風にリンクしてるか、前後左右のバランスが正しいかどうか試験をちょっとしますね、はい、右手グーにして動かないようにしてピタッと止めといてください。私今こう押しますけども、この位置で固定です。はい、はい、ちょっと練習しましょう。はい、はい、ピタッと止めといてください。はい、OK です。はい、
止まってますよちゃんとね。今度は左手をこうやって重ねてみてください。こうですか。はい、そうです、はい、でちょっとそのままにしておいてください、はい、押します。力入りづらくなってるの分かります？分かります、分かります、はい、明らかに違いますよね、はい、はい、パーにしてみてください、はい、押します。これ力入りやすいですね、はい、これが体の中で脳と筋肉がちゃんとリンクしてないってこと。へえ。胸広げて、胸広げて、そうそう、吐いて、せーのよ、楽にして。おお。先ほどのように左横に力入らなかったですね、さっきね。バッチ力入りました。これでバランスは終わりです。多分動画見てても見てる人からしたら何やってるんだろうなっていうふうに多分正直な親の意見なんですけど、やってもらった僕からしたら全然違うんですよ。これが不思議大発見。突撃。ちょっと待って、これどうだ、突撃失敗です。みちさんが劇的に変化した洗顔を今から僕もやるので皆さん見納めです。これ覚えておいてください。ここで塗り終わりました。あ、大丈夫で、大丈夫でしょ。大丈夫ですか。すごくね、磁石めっちゃ綺麗に取れる。あ、もう白いじゃないですか。はい、めっちゃ白くなってるよね。このニキビのここの部分が白くなったせいで余計目立ってるよね。何も塗ってないっすよ皆さん。ファンデーションも何も。ほら、わかる？すげえなこれ。今度こそ突撃みちこ。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。出てた。突撃したら出てる。やった、磁石。磁石やりました。やった、言ってる意味が分かりました。磁石少しなんかね、やっぱ違うんだね、うん、おかしいんですよ。なんか不思議でしょうがない。何もやってないんじゃないと思うところとかがあるんですよ。へえ。 でも実際ちょっと力入れてみてくださいって言うと違うんですよ。楽しみだな。お腹、ね、の衝撃波というのをやりまして、はい、硬かったじゃないですか、はいはい、そこをもっと柔らかくしようと思って。それお腹で思い出したんですけど、最初に肩とかにこう電気を当てるやつやったんですよ、うん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 、最初背中に6枚貼られたんですよね。仰向けになった時にお腹見られて、あ、お腹に2枚貼ってきましょうかって言ってお腹に電気思った以上に出てたっていうね。お願いしますでこれからさらにお腹をやるっていうラストスパート行ってきます、はい。突撃隣のみちこさん。怖いね。怖いでしょ。怖いっすよね、めっちゃ。これ口で表せないから。ゴッドハンドよ、うん、じゃあこの紐をですね、最初にね、はい、やった紐そのまま使わせてもらいます、はい、こことこれマークですね、はいはいはい、これをね巻きます。でここを押さえてぐるっと巻きます。ここが本来これがここにあったんですね、はいはい、それがこうなってます。お、何センチ細くなったか分かります？はい、おお、 3.6 かな。怖い怖い怖い、うん、てか締め付け感の食い込みがなくなってる、うん、奥様 3.6 センチです。やったー。 3.6 センチよ。ふくらはぎもここのスタートのところで合わせてます。スタートそこですね、はい、グイッと締めてこうします。こんな感じです。そうですね、最初がここだったんだけど、はい、2.4 センチです。おー、すっげえ。僕たち先生の助手みたいですね。みちさん一日通してやったじゃないですか、はい、どうでしたか。いや、もう初体験。視聴者さんとか見てる方も分かると思うんですけど、はいはい、やっぱ一番は自分が分かりますよね。さっきからこう鏡ってこう自分でブブーって言ってずっとやってます。背高くなりましたっていうピンとしてるのは分かります、うんうんうん、一番驚いたのが先生のゴッドハンド。ゴッドハンドでしたね。これ伝わらないのが本当に悔しいんですけど宣伝だからとか、はい、そういうの一切抜きで一切ないね。本当にすごかったなっていう、はい、本当は体も3回ぐらいやるともっともっと変わるし、うん、でも1回目でね 3.6 だっけ。6センチですよね。あるんだなと思った。うん、本当に
ないんだなっていうもん、なんかこれ言えば言おうと嘘くさいですよね。我々本当に皆さん一回マジで来た方がいいです。マジで。すいません、予約取りづらいです。本当に今日はそんな中ありがとうございます。林先生 YouTube チャンネルもやられてるということなので概要欄に貼ってありますので皆さんもそちらもチェックしてみてください。そしてなんと今回 YouTube を見た方限定の特別プランというのをご用意していただきましたので、そちらも合わせて概要欄よりチェックしてみてください。ということで林先生、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひチェックしてみてね。バイバイ。バイバイ。助手でした。